皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回の動画は皆さんと一緒に冬用タイヤについて勉強していきたいと思います。というわけでスペシャルゲストの方にお越しいただいております。横浜ゴム製品企画部小松さんです。よろしくお願いします。というわけで今回は横浜ゴム小松さんをお招きして冬用タイヤについて一緒に勉強していけたらなと思います。で、僕思うんですけど、はい、今 YouTube で結構こういろんなタイヤについて語ったりとか、はい、まあ、とにかくこう専門的な動画すごく増えてきたじゃないですか、うんうん、けどこう基本的にはこう一般の方だったりだとか、はい、まあ、あとはそのショップ単位の、まあ、いわゆる、まあ、ジャンルで言ったらアマチュアっていう言い方でいいんですかねっていう方のこうタイヤについて喋る動画ってあると思うんですけど、いわゆるこうメーカー側の人がこう話し言葉で分かりやすく伝える動画ってあんまりなかったと思うんですよ、うん、はい。なんで今回ちょっと小松さんにもう本音トークを、はい、冬用タイヤについてしていただいて、まあ、みんなでこう冬用タイヤの選び方、はいはい、どんな違いがあるのかっていうのをやっていきたいなと思います、はい、で今回正直僕最初言っちゃいます、これ企業案件ではございません、はい、むしろうちがお金払って出ていただくぐらいの、はい、もう皆さんお気づきの通りこの空気感の違いふざけた僕と、はい、小松さんでお届けしますんで、はい、もう企業案件ではございません。ただ若干宣伝は入ってます、はい、なんでもう勉強8割宣伝2割ぐらい、はい、そんな感じでお届けしたいと思います。で早速ちょっと小松さんにお伺いしていきたいんですけれども、はいはい、まずちょっと小松さんについて、はいはい、ちょっとどういう方なのか、はいはい、少しお伺いできたらなと思います。はい、はい、でまずじゃあ年収の方から発表していただいて非公表でお願いします。あ、本当ですか、はい、普段どういうお仕事をされてるんですか。普段は私消費財製品企画部という、部署に勤めておりまして、はい、主にですね冬用タイヤの、企画を、やっております。で、まあ、冬用タイヤといってもすごい全世界的に見るといろいろな、種類のタイヤがありまして、まあ、スタッドレスタイヤっていうのはその冬用タイヤの一つとなっています。なるほど、うん、じゃあもう冬用タイヤのスペシャリストといっても過言でないわけですね。そうでありたいですねじゃあ過去自称って入れてみましょう、はい、そんな小松さんにちょっともう徹底的に冬用タイヤ、はいはい、お伺いしていきたいんですけれども、まずもうちょっと基本のところからいきたいなと、はいはい、で僕も正直メカニックをずっとやってたんで、まあ、お客様から質問されたことに対しては、まあ、ある程度答えられるぐらいのこう知識はあるんですけど、はい、じゃあ具体的にって言われるとちょっと資料がないと厳しいかなということで、うんうん、ちょっと今回一番最初はまず一番基本的なもう冬タイヤと夏タイヤの違い、はい、そこからちょっと掘り下げていきたいなと思うんですけれども、はい、ズバリこう冬タイヤのと夏タイヤの違いってどんなところが違うんですか。はい、まあ、基本的に夏タイヤは、春先から秋口にかけて、まあ、乾燥している路面とか、ウェットの路面そういった場面で、まあ、おすすめしているタイヤでして、まあ、冬タイヤは本当に、雪上路面であったり、路面が凍っている状態こういった路面に対して、適切な、性能を発揮するというようなタイヤになってます。なるほど、はい、性能の違いの他にその構造の違い的なものとかって何かあるんですか。そうですね、大きく分けて、はい、2つポイントがありまして、1つが、使っているゴムの違い、うん、でそれは何かっていうと冬用タイヤは路面が雪の状態であったり、氷の状態な時に、ちゃんと密着するようにゴムが柔らかくなっています。あ、なるほど。で一方で、夏用タイヤはゴムが少し硬くなっていて、スピードを出して走行しても剛性感を得られるようなこういった構造になっています。なるほど。でその冬用タイヤにもいろいろ種類があると思うんですけども、はい、どんなのが種類あるんですか。ですね、日本で一番、メジャーなのがスタッドレスタイヤで、これはまあほぼ9割9分、日本のお住まいの方はスタッドレスタイヤをお使いだと思うんですけども、これ以外にですね、実は世界的に見ると、オールシーズンタイヤであったり、ウィンタータイヤ、あとは鋲みたいなのがついたスタッドタイヤ、いわゆるスパイクタイヤってことですか。そうですね、
これはあの昔日本で販売してたんですけど、はい、今はあの使われてないんですけども、まだあの北欧であったり、あ、そうなんですか、はい、ロシアではこういうようなタイヤも、販売されてます。日本だとなんかこうアスファルトを削っちゃうっていうんで、うん、はい、ちょっとその路面にも良くないよねっていうんでなくなったんですよね。そうですね、はい、ただ一部その世界的に見るとまだ販売を続けてまして、まあ、そういったスパイクタイヤでも、割と環境に優しいようなスパイクタイヤっていうのが、世界的には、販売されてます。じゃあ一言で冬用タイヤって言っても、はい、本当にその用途だったりとかによって全然こういろんな種類があるわけなんですね。そうですね、はい、なるほど。実はあの日本って結構その冬の環境としては世界的に見ても厳しい状況になりました。そうなんですか、はい、2つぐらい理由があって、1つがその雪質がですね、はい、あの水分をすごい含んでて、凍りやすいと、はい、でもう1つは昼間と夜の寒暖差があって、1回溶けた雪が氷点下になって凍ると、でそういった凍結路面が非常に多いと。あ、いわゆるアイスバーンですよね。そうですね。へ、なんであの日本のユーザーはの方は氷上路面、これをまあ一番に求めているっていう調査。なるほど、はい、じゃあ物によってはちょっとその雪深いところで効果があるようなスタッドレスとかっていうのも中にはあるってことですか。じゃあそうですね、そちらの方に、はい、性能を寄せた、はい、スタッドレスタイヤもあると思います。なるほど、うん、じゃあ結構その都内とか関東近県ぐらいでちょっと夜冷えて路面が凍っちゃうなんていうところはかなりこうおすすめなわけなんですね。そうですね、やはりあのスタッドレスタイヤをおすすめします、はい、そういう時は、はい、もう一つあるのが、はい、ウィンタータイヤっていう、また別のカテゴリーなんですけども、それなんですか。ちょっとあまり日本では聞きなじみないと思うんですけど、はい、ウィンタータイヤっていうのはヨーロッパにおける冬用タイヤは、はいはい、ヨーロッパでは、ウィンタータイヤが日本人におけるスタッドレスのようなものになってます、はい、でウィンタータイヤは、はい、何が違うのかっていうと、はい、スタッドレスよりもウェット路面での性能であったり、ドライ路面での性能、これが、長けているんで、しっかりした、走り心地になっています。はあ、じゃあオールシーズンとさらにそのスタッドレスの中間みたいな感じのイメージでいいですか。そうですね、イメージ的にはそうなると思います。なるほど、やっぱりそれは欧州こう陸続きで走る機会が多いんで、うん、はいはい、ちょっとそう細かいカテゴリーわけじゃないけど、はいはい、いいとこ取りなのがあるっていう感じなんですかね。そうですね、やはりスタッドレスタイヤは氷っていう性能をすごい重視してるんですね、はい、ヨーロッパとかは日本ほど氷の路面がないと。そうなんですか。あの雪質も、まあ、軽くて、除雪したらすぐどっか行っちゃうような、雪質で、あとは、まあ、寒暖差もそこまで、大きくないということで、そこまで氷上性能を求めてないんですよね。でその代わりに、まあ、雪の路面、はい、スノー路面は、非常に求めるレベルが高いんで、なんか圧雪になっちゃったらもう氷みたいになっちゃうイメージなんですけど、そうじゃないんですね。それとはまた違います。あ、違うんです。ツルツルのいわゆるアイスバーンのような路面が、はい、まあ、日本では多い、はい、ヨーロッパの方は、そういった路面はかなりその、除雪剤、塩のようなものを大量に巻いてるんで結構凍らなかったりする。ああ、そういうことなんですか、うん、じゃあそんなに氷上性能が求められてない。そうですね、じゃあ国によってだいぶ違うんですね。そうなんですよ、だから我々もいろいろ作らないといけないんで結構大変です。なるほど、でもその走る環境とか、はい、にも合わせて、まあ、いろんな製品があると、はいはい、いよいよここから宣伝をぶち込んでいいですか、ね、はい、よろしくお願いします。ちょっと宣伝の部分でいくと、今回ちょっとこの動画撮るきっかけにもなっているのが新しいタイヤが発売になるんですよね、はいはい、それがブルーアースウィンター、その通りウィンタータイヤ、はいはい、先ほど小松さんの説明でもあったちょうどそのオールシーズンと、スタッドレスの間みたいな、はいはい、ちょっといいとこ取りですよね。そうですね、ちょっと、イメージつかみづらいかと思うんですけど、基本的には冬用タイヤとして、取り扱っていただきたいんで、オールシーズンタイヤみたいに年がら年中それでいけるっていうわけではないんですけども、まあ、スタッドレスタイヤよりも、しっかりとしたあの居心地とドライとウェット性能がありますので、例えばそのハイパフォーマンスカーで、まあ、レーンチェンジとかコーナリングとかスポーツ走行ですね、ちょっと、楽しんで走りたいよっていう方にはそういったタイヤも選択肢に入ると思ってます。なるほど、うん、スタッドレスって確かにちょっとあの柔らかいのを僕でも全然感じるぐらいなので、うん、はい、ちょ
ちょっと高速飛ばしたりとか、うん、ちょっと峠道とか、うん、ちょっとグリップ足りないなっていうのはやっぱりありますよね、うん、そうですね、はい、で特に欧州車だとこうスピード出せるじゃないですか、はいはい、でしかもブレーキの性能も結構しっかりしてる車多いんで、うんうん、やっぱりそこでスタッドレスってなってくると もちろんその雪深いところであれば必要なんですけど、うんうん、やっぱりこう普通のドライ路面も走ることがあるんであれば、はい、ちょっとこう両立したいなと、はい、でそこにピンポイントに今回こうそうですね、出てきたやつ、はい、ただ今まであんまりなかったんですよね、こういうのは。オールシーズンタイヤはちゃんと浸透していったので今回あのウィンタータイヤっていう、まあ、同じように、氷の路面ではちょっと不利なタイヤっていうのを、皆さんに、ちゃんと使い方を分かって、使用いただくっていうのが、できると思ったんで、販売に、取り組んでいるっていう状況です。なるほど、はい。ちょっと説明臭くなっちゃった。大丈夫ですか？説明臭くなっちゃった。大丈夫です、大丈夫です、はい。ブルーアースウィンター、これの何か特徴とかってありますか？スタッドレスタイヤより硬いゴムであったり、あとは溝の形状で工夫してますんで、まあ、スポーツ走行に適しているっていう。あ、なるほど。スポーツ走行に適しているちょっと言い過ぎみたい、言い過ぎたみたいです。言い過ぎました。はい、なんでまあ今回あの、まあ、全く新しいカテゴリーなんで、まあ、テスト販売という形で、ボンドさんにご協力をいただきまして、はい、そうなんです、はいはい、販売をさせていただく事態です。そうなんです、はい、まあ、販路がだいぶ限られてるんですよね、うん、要はちょっと説明をしないと、はい、まあ、ちょうどこうニーズに合わせたタイヤでもあるんですけど知らないでこうこのタイヤ選ぶと、はい、めちゃくちゃ中途半端なタイヤになっちゃうと、うんうんうん、ハマる人にはすごくハマるんですけど、うん、こうハマらないスタッドレスと期待して買った人だと全然効かないスタッドレスになっちゃうし、はい、もう走れるタイヤだと思って買うとこうそこまでじゃないんでちょっとその辺をちゃんと説明して販売させていただくっていう経緯があるんで、まあ、今回、はい、うちもその販路の一つとして、はい、だいぶ少ないですよね。そうですね、3社やっております、はいはい、と1社に、はい、ありがたいことに選んでいただいて、はい、うちで販売させていただくと、はい、というわけでちょっと今回ご紹介させていただいてます、はい、で具体的にちょっとどの辺の車に履けるのかなんですけど、これちょっと膨大な、はい、あの車種になっちゃうんでこれインサートで入れていきたいと思います。要は欧州車の、まあ、ハイパフォーマンスの車とか、はいはい、でその性能を一つ表すところとして速度レンジ、速度記号が非常に重要になってくると、はい、で一般的な市販されてるスタッドレスだとその Q、ABCD のアルファベットの Q の、はい、で160キロまで、はい、要は性能保証しますよっていうタイヤがスタッドレスがほとんどなんですよね、はいはい、それが今回ご紹介させていただくこのブルーアースウィンターだとどこまでいけるんでしょうか、はい、どうでしたっけH から W なんですよ。 V じゃなかったっけ。270です。 V と W、 V と W、はい、V と W です。これ大丈夫ですかね、はい、実際にそこまでスピードを出して走行されるっていうことは多分ないと思うんですけども、そういった設計になってますんで、まあ、構造であったり、ゴムであったりそういったところで工夫をして、まあ、剛性感を持って、走行でしていただけるっていうところが、特徴になってます。240キロもしくは270キロという、はいはい、小松さん曰く、まあ、新透明を270キロでぶっ飛ばして、はい、そういう設計になってる。まあ、ちょっとそれは冗談ですけど、はい、まあ、要はその160キロまでの設計だからじゃあ全然一般道関係ないじゃんってことじゃないんですよね。そうですね、はいはい、要はどれだけを見越してしっかり作ってあるかっていう、はい、だから一つ そのしっかり作ってる度でもあるわけですよね。そうですね、はい、剛性感をそれでも測れると思います。そうですよね、はい、だから同じ速度域でもそのレンジが違うとだいぶこう走りに違いが出てくると、うん、そうです、はい、でも実際やっぱり新透明120じゃないですか。だから結構なスピード出すんで、うん、そこの違いは結構感じ取れるところじゃないかなと思うんですよ。もともとこの商品ヨーロッパ向けに開発された商品で、まあ、ヨーロッパ、ドイツでは、まあ、アウトバーンのようなそういった路面でも、まあ、速度を出して、例えばウェット路面でも問題なく走れるような、設計を目指しています。はい、で今回ご紹介させていただいているこのブルーアースウィンター、ちょっと結構特徴があるんですよね、はいはい、っていうのが冬用タイヤ規制対応、はいはい、こちらのウィンタータイヤも、冬用タイヤ規制に対応しておりまして、問題なく走行できるという
それが一つの特徴になってます。まあ、いわゆるチェーン規制みたいな感じですよね。そうですね、系統としては同じなんですけど、チェーン規制はよりさらにハードルが高くなりまして、うん、どんなタイヤを履いててもチェーンをつけなさいっていうのがチェーン規制。問答無用でちょっとチェーンが巻いてないと通れませんってやつですね。そうですね、はい、でその前段階で、はい、冬用タイヤを履いてないとこの道通れませんよっていうところにも対応してると、はい、そうですね、はい、それじゃあ続いて実際にちょっと商品を見ながら、はいはい、小松先生に解説していただこうかなと、はいはい、でこれが実際のウインターと、はいはい、ブルーアースウインターとこっちが一番最新の IG7 も、はいはい、こっちがスタッドレス、はい、ですよね、はいはい、これ具体的に、はい、この違いを見てくれよっていうのはありますか。具体的にはですね、こういった、細かい切り欠きみたいなのがたくさん入っているのが、まあ、スタッドレスタイヤの特徴になっているんですけども、こういった切り欠きが氷を引っかいて止まるというような、なるほど、機能になっています。確かに細かいのがいっぱい入ってますね、はいはい、で一方でこのウィンタータイヤなんですけど、雪の路面であったり水上の路面、そういったところでしっかり止まるように、このはっきりとくっきりとした溝が雪や水を排出して、まあ、そういったところでトラクションを効かすというような、まあ、作りになってますね。この斜めに排水するようになってるのがこのタイヤの秘密なわけですね、はい、ウィンタータイヤは結構この V 字溝という、形状が、まあ、各社多いんですけれども、うちのは特にですね、この溝の、形状がなだらかにして、はい、水や雪が出やすいような設計を目指して。今の手つき良かったですね、これ。なだらか、重要なポイントなんで。なかなか見えないですけどね。なだらか、はい、でこれ触るとだいぶ違いますね、はい、本当に。そうですね、スタッドレスタイヤの方がゴムが柔らかく、氷に密着しやすいような硬さになってまして、まあ、ウィンタータイヤはそれよりも、剛性が高くて、ドライ路面であったり、ウェット路面、こういったところでも問題なく走れるような性能になってます。ちょっと触っても分かるぐらいこう硬さが全然違う。そうですね、もっと細かいところ見ていくと、このゴムも細かい穴が開いてるんですよね、うん、そうですね、ミクロのレベルで、はい、穴が開いてます。でこっちはそういうのがないわけですね。そうですね、はい、その分ドライ路面でしっかり走れる、うん、で実は僕これ撮影で使ってる車に履いてるんですね。はい、だいぶいいです。うん、はい、ありがとうございます、はい、どういたしまして、はい、ちょっとやらせじゃなくて本当に結構移動距離長い名古屋のお店、はい、名古屋店行ったりとか大阪店行ったりするんで、結構移動距離も長いですし、新東名なんか120キロで走りますけども、うん、かなり剛性がやっぱり感じる、うん、はい、冬用タイヤって忘れちゃうぐらい、まあ、しっかり走れると。そうですね、はい、それがまあ一つの特徴になってますね、はい、なるほど。というわけで最後になりますけれども、ちょっとじゃあ小松さんの方から、小松先生の方からちょっと今回のまとめをお願いしてもいいでしょうか。はい、まあ、今回ブルーアースウィンター V906 という新しいカテゴリーの商品を導入するんですけれども、まあ、ウィンタータイヤ、先ほど説明した通り、冬場でも、しっかりとした、乗り心地、ドライ性能、ウェット性能、こちらを兼ね備えてますので、冬場でも、運転を、スポイルしたくないような走行を楽しみたい方、こういった方に、お勧めしております。もうまさにボンドのお客様にぴったりということですね。そうですね、はい、そして販路が限られてるんで、まあ、その辺で売ってないんで、はい、しっかりボンドに注文を入れましょうということで、はいはい、でスタッドレスはどこでも買えるんで、はい、どこでもとは言わないですけど、スタッドレスもボンドに注文いただけると僕は喜ぶんですけど、はい、まあ、ガンガン走る人は今回ご紹介させていただいたブルーアースウィンターを選ぶと、まあ、幸せになれるかなと。というわけで今回は横浜ゴム製品企画部の小松さんをお招きして、タイヤのことをいろいろ教えていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。というわけで横浜タイヤ冬用タイヤはぜひボンドグループにご相談ください。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。